ポケットモンスターのキャラクターがデザインされたマンホールの蓋が15日お披露目され、花園ラグビー場前に1枚目が設置されました。東大阪市のポケスタのお披露目です。どうぞ。ピカチュウも見守る中、お披露目されたマンホールの蓋。世界中で人気のポケットモンスターのビデオゲームや映像キャラクターグッズなどをプロデュースする株式会社ポケモンでは、地域の観光振興に貢献するため、平成30年から全国各地にポケモンがデザインされたマンホールの蓋、ポケフタを寄贈しており、現在200枚以上が設置されています。東大阪市に寄贈されたポケフタ5枚はものづくりの街やラグビーの街をイメージしたポケモンやデザインが描かれ、府内初の設置となります。お披露目式の司会を務めたチーム東大阪アンバサダーでアイドルグループ SKE48 の斉藤真希子さんは、カラフルで見るだけで元気がもらえると東大阪のポケフタを絶賛。野田市長は、街のにぎわいづくり、夢づくりに生かしていきたいと話していました。東も一緒に手を挙げてもらいましょうかね。お披露目式に続いて、花園ラグビー場前に電気タイプの伝説のポケモン、ライコウのポケ札が設置されました。このほか4枚のポケ札は花園中央公園と市役所本庁舎、朝日間市庁舎、東石切公園に順次設置する予定です。大阪で初めてのポケ札見たいねって東大阪へ宣言開けたら、たくさんの人を見てほしいなと思います。